どうも、侍翔です。今回もマジでアホな画像揃ってます。フォトショ職人が加工依頼に本気でふざけた結果がツッコミどころ満載すぎた件の第3弾になります。好評やった第1弾と第2弾は概要欄に載せてあるんで、また見てなかったらそっちも見てみてね。この動画がいいなって方や、フォトショ職人の動画もっと出してほしいって思ってくれた人は、やべ、くしゃみ出そう。ちょっとカット。はい、くしゃみしました。高評価よろしくお願いします。はい、それでは早速本編見ていきましょう。これだ。1、2、3。依頼内容、位置の向きを間違えてしまったのを修正してくれない。せっかくの17歳の誕生日に撮った写真がこれでは確かに残念ですね。フォトショ職人にちゃちゃっと変えてもらっちゃいましょう。変わりすぎやねん。誰が71歳にしろ言うたねん。キモえらい育ったな。依頼内容、プロフィール写真に使いたいのに彼のせいで最悪だわ。消してちょうだい。これじゃお調子者の彼が主役みたいになっちゃってるからね。もうこれはでも男性消したらいいだけですからね。壁と同化させんな。逆に気になるわ。おもろい心霊写真みたいになっとんねん。依頼内容、目が開いてるのが嫌なの、閉じてくれない。めちゃくちゃ彼氏の顔が見してるもんね。ちょっと怖いもんね。ちゃちゃっとこれ変えてもらいましょう。なんか来た。誰乗ってんなん。どういう状況なんこれ。依頼内容、かっこいい椅子に変えてくれ。そういうことちゃう。かっこいい椅子に変えてくれってそういうことちゃう。かっこよくもないやろこれ。依頼内容、照明が邪魔、消してくれない。そういうことちゃう。照明消した部屋の暗さ再現せんでええねん。依頼内容、母さんに送るのに恥ずかしいから銅像に服を着せてくれ。芸術品と言ってもさすがに母親にこれ送るのはちょっとあれなんで、恥ずかしくないように服を着せてあげたいですよね。あ、これなら全然恥ずかしくないね。なんで男の方裸になってんねん。余計恥ずかしなったわ。依頼内容、コーヒーがいっぱい入ってるようにしてほしいの。飲みかけの写真より飲む前の方が美味しそうに見えますもんね。入れすぎや。確かにコーヒーにはいっぱい入ってるけど体がね。依頼内容、カメラが遠すぎたみたい、修正してくれない。あー、あかんで。具体的にどう修正してほしいか言わな。フォトショ職人はそんなざっくりとした依頼の仕方したら、ほらこうなんねん。人の顔ズームして遊んでくんねん。フォトショ職人はこういうことすんねん。依頼内容、後ろの人が邪魔、消してくれない。後ろにおる観光客を消し去って自分と自由の女神だけで写りたいというインスタ映え目的の依頼ですかね。でもこれ後ろの人を消してほしいって依頼してしまうと、女神も消える。それ人消してって言ったら女神も消える。フォトショ職人は極端やね。依頼内容、エッフェル塔を指の下に移動させて。あー、エッフェル塔を指で掴んでるみたいにしたいんか。なるほどね。しょぼい。なんか掴めてるけどしょぼい。伸ばすな。都合のいい伸び方やなそれ。曲げるな。お前体どうなってんねん。足折れとるやろ。伸ばすな。ルフィか。ゴムゴムの実の能力者か。雑な切り取り方すんな急に。フォトショ職人もっと丁寧にできたやろ。傾けんな。そんな維持状態できひんやろ。そんな状態なんか増えた。何、影分身。分身で協力し合うな。入れ替わった。体が入れ替わった。エッフェル塔と、カンフーすな。カンフーしてもそんな飛べへんわ。エッフェル塔の天井なんて。キリン使うな。キリン使ってもそんな高さいけへんねん。ワープさせんなお前。そんな能力持てないやろお前に。ナンシーかネッシーかなんか忘れたけど、これ何わからへん。俺にはもう言えへんな。もうなんか手増えた。なんか手増えたけどもう関係ないよね。バレー始めちゃった。もう依頼関係ないやん。